のスキンヘッドカメラが輸送していきます、うん、さあいよいよ来ました。もうね週末に慰霊年記念と万円記念日月になりますけど控えておりまして、はい、なんとその日、我々スキンヘッドカメラ、帯広行事を行かせていただきます。ありがとうございます。19日がね、トカチアオドラリーさんといわゆる対決と、はい、お笑いステージ、はい、20日がですね、いろんなその日来ているその著名人の方とトークショーが3回あって、はい、それが誰が来るのかお楽しみということでございますよ。これは来てみたいのじゃないですか、ね、我々が行くことは確定してます。もしかしたらね、全員そこに上がる可能性がありますよね、来てる方、はい、ね、もういっぱいいっぱいになっちゃって話聞きませんよってなる可能性があるんで僕のそれを見れるかもしれませんからね。そんな一斉者だったらもう話聞きませんから見れるかもしれません一斉者っていうそういうリアクションを取りたいなと思いますね。しててください。はい、今回の放送は3月19日のメインです、慰霊年記念でございます。さあ、こちらの万円記念にね、並んで本当に、将来のね、万円記念を引っ張ってくるね、面々です。僕の本命、5番の競泳プラスでございます。はい、15戦12勝ということでね、もうこの世代が今のところですよ、これからどうなっていくかわかんないですけども、まあ最強なんじゃないかなと思っております。で、体重も順調に増えてきて、今回もね、盤石かなと思います。対抗に3番のマルコン陵侑です。はい、こちらも17戦すべて負けないということで、この上にね、またね、鈴木ジョッキーでございますから、まあ、ここもなんか外さないような気がしますね。この2頭中心から強気に、3連単マルチ3号から相手が1、2、4、9、10、かけての計算全員で勝負です。いくぞ。はい。では、千代ちゃんにします。4番スーパーチヨコでございます、はい、これはねやっぱりちょっと今年後半から応援させていただいて来年も応援させていただきたいので、これでね記念取っていただきたいなと思います、はい、頑張れチヨコ。金曜日に頑張れますからね、楽しみでございます、それではまた万華記念でございます。さよなら。